生い立ち。神奈川県横浜市磯子区滝頭の魚屋魚ますを営む父加藤ますよし、母君江のもとに生まれた長女和恵。後の美空ひばりとなるこの和恵の家にはレコードがあり、幼い頃より歌の好きな両親の影響を受け、和恵は歌謡曲や流行歌を歌うことの楽しさを知ったそうです。1943年6月、第二次世界大戦に父の増吉が海軍に出征となり、壮行会が開かれ、和恵は父のために九段の母を歌いました。壮行会に集まった人たちが和恵の歌に感銘し、涙する姿を目の当たりにした母、君江は、和恵の歌唱力に人を引きつける可能性を見出して、地元の横浜から和恵の歌による慰問活動を始めるようになりました。芸能界デビュー。和恵は敗戦後間もない1945年に青空楽団を設立しました。近所の公民館や銭湯などに舞台を作り、和恵は8歳の時に母の提案により、美空和恵の名前を下げて初舞台を踏みました。1946年 NHK 素人のど自慢に出場し、予選でリンゴの歌を歌い、母と和恵は合格を確信したが金はなりませんでした。審査員は、うまいが子供らしくない、非教育的だ、真っ赤なドレスも良くないという理由で悩んだ挙句、合格にすることはできないと告げたそう。その後、横浜市磯子区の杉田劇場で初舞台を踏むことになりました。そして翌年の春に横浜で行われたのど自慢大会終了後に、母と和恵は審査員の古賀正夫のもとに駆けつけ、どうか娘の歌を聴いてくださいと懇願し、和恵はアカペラで古賀の悲しき竹笛を歌いました。すると古賀は、その子供とは思えない歌唱力、度胸、理解力に感心し、君はもうのど自慢の段階じゃない、もう立派に出来上がっている、歌手になるなら頑張りなさいと激励しました。1947年4月28日、高知県長岡郡大杉村現長岡郡大豊町の国道32号で、母と和恵が乗車していたバスが前方からのトラックを避けようとした際に崖に転落します。そのまま落下すれば穴内川で全員死亡だったのですが、運よくバンパーが一本の桜の木に引っかかり止まったのだそう。和恵は左手首を切り、鼻血を流し気絶し、瞳孔が開き仮死状態でしたが、たまたま村に居合わせた医師に救命措置をしてもらい、その夜に意識を取り戻しました。家に戻った後、父は母に、もう歌はやめさせろと怒鳴りましたが、和恵は、歌をやめるなら死ぬと言い切ったのだそう。恩師、川田晴久との出会い。1948年2月、神戸松竹劇場への出演に際し、神戸での興行に影響力を持っていた暴力団、三代目山口組組長の田岡和夫に挨拶に出向き、気に入られました。同年1948年の5月には、まだ無名の存在であった11歳の少女ひばりの才能を見込んだ当時人気絶頂のボードビリアン川田義雄、かっこのちの川田晴久に、横浜国際劇場公演に抜擢されました。川田はひばりをそばに置いて可愛がり、また、ひばりも川田を兄貴と呼びよく懐いていたそう。後にひばりは、師匠と言えるのは父親と川田先生だけ、と語っています。前年1947年の10月に、喜劇役者伴淳三郎の劇団、新風賞に参加し、同一座が舞台興行を行っていた横浜国際劇場と準専属契約を結びました。この時、演出していた岡田圭吉に対してひばりの母が芸名をつけてくれるように頼み、美空ひばりと命名してもらったそう。横浜国際劇場の支配人だった福島通人がひばりの才能を認め、マネージャーとなって舞台の仕事を取り、次々とひばり映画を企画することに成功しました。全国デビュー。1949年3月には東横映画のど自慢郷時代でブギウギを歌う少女として映画に初出演しました。
8月には松竹、踊る竜宮城に出演し、主題歌、カッパブギウギでコロンビアから歌手として11歳で正式にレコードデビューを果たしました。続いて12歳で映画主演を果たした、悲しき口笛が大ヒットし、同主題歌も45万枚を売り上げ国民的な認知度を得ました。これは当時の史上最高記録でした。1950年、川田晴久と共に第100歩兵大隊二世部隊戦敗記念碑建立基金募集公演のため渡米。帰国してすぐに2人の主演で東京キッドに出演し、映画と共に同名の主題歌も前作同様の大ヒットとなりました。1951年、当時のひばりは松竹映画のあの丘越えてで人気絶頂の鶴田浩二が扮する大学生を慕う役を演じ、実生活でも鶴田を慕いお兄ちゃんと呼ぶようになりました。同年1951年の5月に新芸術プロダクションを設立。代表取締役社長が福島通人、役員にひばり、川田晴久、斎藤寅次郎が就任しました。同年に嵐寛寿郎主演の松竹映画「鞍馬天狗郭米二氏」に杉作少年役で出演し、以後これをひばりの持ち役としました。1952年映画「リンゴ園の少女」の同名主題歌と挿入歌「リンゴ追い分け」をカップリングしたシングルが当時の史上最高記録となる70万枚を売り上げる大ヒットとなりました。3人娘。1954年、ひばりのマドロスさんで第5回 NHK 紅白歌合戦に初出場しました。1955年にはエリチエミ、雪村いずみと共に東宝映画、じゃんけん娘に出演したことを機に、3人娘として人気を博し、親交を深めました。1956年にジャズバンド、小野みつるとスイングビーバーズの小野みつると婚約。その後、この婚約は破棄となりました。1957年1月13日、浅草国際劇場にてショーを見に来ていた少女から塩酸を顔にかけられ、浅草寺病院に緊急搬送されて入院しました。現場に居合わせたブロマイド業者らによって塩酸をかけた少女は取り押さえられ警察に引き渡されます。犯人の少女はひばりの熱烈なファンだったといいます。この事件をきっかけにひばりは、山口組三代目の田岡雄一にボディーガードを要請し、代わりに興行権を神戸芸能社に委ねます。奇跡的に顔に傷は残らず、その後歌舞伎座公演に復帰しました。また、紅白の裏番組として放送されていたラジオ東京テレビ現在の TBS テレビのオールスター大行進に出演していたために出場していなかった紅白歌合戦に3年ぶりに出場し、出場2回目にして渡辺浜子、双葉秋子らベテラン歌手を抑えて初めて赤組の大トリを務め上げ、当時のひばりはすでに芸能界における黄金期を迎えていました。ひばりは東映と専属契約を結んだ1954年から1963年まで10年間、多くの時代劇やチャンバラ映画に主演し、東映時代劇の黄金期を支え、歌手であると同時に映画界銀幕のスターとしての人気を得ました。専属期間だった10年間だけで東映でのひばり出演作は102本に及びます。ひばりは、岡田茂さんは東映時代の恩人。岡田さん亡くしては映画俳優としての自分の存在はなかったと話したそうです。ひばりの映画女優としての側面には必ずしも多くの光が当たっているとは言いにくいが、生涯で150本を超える映画に出演し、そのほとんどが主演という戦後を代表する映画女優でした。1960年、哀愁波止場で第2回日本レコード大賞歌唱賞を受賞し、歌謡界の女王の異名を取るようになりました。短い結婚生活と離婚。1962年、小林旭と結婚。出会いは雑誌が企画した対談の場で、交際を始めたが小林旭は結婚をまだ考えていなかったにもかかわらず、ひばりが入れ上げ、父親代わりでもあった山口組三代目の田岡一夫に、自分の意思を小林へ伝えるよう頼みました。
ひばりの湯を汲んだ田岡は小林に結婚を強引に迫ってきたので、小林は断れず1962年昭和37年に結婚しました。ひばりの母君江はこの結婚を快く思っていなかったようで、人生で一番不幸だったのは娘が小林と結婚したこと、人生で一番幸せだったのは小林と離婚したことだ、と後に公言してはばからなかったほどなのだそう。小林は結婚生活でのひばりは懸命に良き妻を演じようとし、女としては最高だった、と徹子の部屋で語っています。小林は入籍を希望していたが、ひばりの母に不動産処分の問題があるからと断られ続け、入籍しておらず、戸籍上ではひばりは生涯にわたり独身であったそう。ひばりは一時的に仕事をセーブするようになりましたが、実母にしてマネージャーである君江や周辺関係者が二人の間に絶え間なく介入し、結婚生活はままなりませんでした。また、ひばりも歌に対する未練を残したままだったため、仕事を少しずつ再開し、小林が求めた家庭の妻としてそばにいてほしいという願いも叶わなかった。また結婚した翌1963年には、ひばりの父増吉が肺結核により52歳で亡くなっています。別居後の1964年、わずか2年余りで小林と離婚。ひばり親子に頼まれた田岡からは、会見2日前にお前と一緒にいることが、ひばりにとって解放されていないことになるんだから、別れてやれや、と引導を渡され、逆らうことはできなかったと小林は自らの著書で口述している。記者会見は別々に開かれ、小林の会見には田岡と両和プロ社長、加山昇一郎が同席しました。小林は、本人同士が話し合わないで別れるのは心残りだが、和江ひばりが僕と結婚しているより、芸術と結婚した方が幸せになれるのなら、と思って理解離婚に踏み切った、と説明しています。この、理解離婚、という言葉は当時流行語となりました。未練はいっぱいある。皆さんの前で泣きたいくらいだ、と離婚は小林の本意でなかったとも語っています。その1時間半後にひばりも田岡に同席してもらい、記者会見を行いました。ひばりは田岡に口添えされながら、理由をお話したいのですが、それを言ってはお互いに傷つける、自分が幸せになる道を選んだ、と答えました。また、私が芸を捨てきれないことに対する無理解です。芸を捨て、母を捨てることはできなかった、とも語り、今後は舞台を主に頑張ると語りました。離婚直後に発表した「やわら」は東京オリンピックとも相まって翌1965年にかけて大ヒットしました。180万枚という当時のひばりとしては全シングルの中で最大のヒット曲となりました。この曲で1965年第7回日本レコード大賞を受賞しました。1966年には「悲しい酒」が145万枚を売り上げ、1967年には「芸道一代」140万枚を売り上げた「真っ赤な太陽」と、ひばりの代表作となる作品が次々と発表され、健在ぶりを示しました。母君江との歩み。離婚後のひばりを常に影となり支え続けたのが、最大の理解者であり、ひばりを誰よりも巧みにプロデュースする存在となっていた母、君江でした。ひばりは傍らの君江と共に日本全国のコンサート会場、テレビ出演なども精力的に活動しました。当時のマスコミからは、ステージママの域を超えた存在として、一卵性親子なるニックネームを付けられた。君江は娘のためなら、たとえ火の中水の中というような人だったそうです。ひばり関係者の相次ぐ死。1973年、実弟の加藤哲也が起こした不祥事により、加藤家と暴力団山口組及び田岡との関係も問題視され、全国の公会堂や市民ホールから、暴力団組員の弟を出演させるなら出させないと使用拒否されるなど、バッシングが起こり、マスコミも大々的に取り上げました。しかし、ひばり母子は家族の絆は大事だとし、哲也を外すことはなかったそうです。
この結果1973年末、17回出場し1963年から10年連続で赤組トリを務めていた紅白歌合戦への出場を辞退しました。そのためこの年から数年間、大晦日は日本教育テレビ現在のテレビ朝日の取り計らいで、同局、美空ひばりショーに出演しました。ひばりは以後、NHK からオファーが来ても断り続けたそうです。1977年、当時の同局の人気番組であったビッグショーで4年ぶりに NHK 番組に出演し、関係を修復しました。しかし紅白に正式な出場歌手として復帰することはありませんでした。1980年代に入り、1981年には実母の君江が転移性脳腫瘍により68歳で死去。同年に行われた芸能生活35周年記念リサイタルは、実母が危篤状態の中行われたものでした。また、父親の代わりを担っていた山口組三代目田岡雄一も相次いで死去しました。1982年には親友のエリチエミが45歳で急死し、1984年は銭形平次で18年間主役を演じ、同番組の最終回にひばりが特別出演する等親交のあった大川橋蔵も55歳で死去しました。さらには、ひばりの二人の実定哲也1983年と加山武彦1986年まで、共に42歳の若さで次々と亡くすという悲運が続いたそう。ひばりは加藤和也を1977年に養子として迎えていたが、悲しみ、寂しさを癒すためにたしなんでいた酒とタバコの量は日に日に増加し、徐々にひばりの体を蝕んでいきました。晩年、闘病。1985年5月、ひばりは誕生日記念ゴルフコンペでプレー中に腰をひねり、両足内側に引きつるような痛みが走りました。その頃からひばりは原因不明の腰痛を訴えますが、徐々に腰痛が悪化していく中でも、ひばりはそれを微塵にも感じさせない熱唱を見せていました。翌年の1986年に芸能生活40周年記念リサイタルを東京、名古屋、大阪の三大都市で開催。しかし1987年昭和62年、全国ツアー四国公演の巡業中、ひばりの足腰はついに耐えられない激痛の状態に陥ってしまいました。同年1987年4月22日、公演先の福岡市で極度の体調不良を訴え、福岡県済生会福岡総合病院に緊急入院しました。重度の慢性肝炎及び両側特発性大腿骨頭壊死症と診断され、約3ヶ月半にわたり同病院にて療養に専念となりました。入院当時実際の病名は肝硬変であったが、マスコミには一切発表しなかったそう。ひばりの病状は深刻だったが隠し通して、公表する病名の程度を低くしました。またそれに伴い同年5月に予定された明治座の公演中止を発表。入院して約1ヶ月後の同年1987年5月29日に、ひばりはちょうど50歳の誕生日を迎えました。その闘病の最中にひばりは、マスコミ陣及び体制のひばりファンたちに対して、今はただ先生たちのご指示をしっかり守り、優等生患者として毎日を過ごしています。慌てない慌てない、一休み一休み、などと吹き込まれた、肉声入りのカセットテープを披露しました。1987年6月16日に鶴田浩二が享年62、7月17日には石原裕次郎が享年52と、ひばりとも親交が深かった昭和の大スターが相次いで死去する中、ひばりは入院から3ヶ月経過後の同年8月3日に無事退院を果たし、病院の外で待っていたたくさんのひばりファンたちに笑いながら投げキッスを見せました。退院後の記者会見では、もう一度歌いたいという信念が、私の中にいつも消えないでおりました。ひばりは生きております、と感極まって涙を見せる場面もあったが、最後はお酒は止めますが、歌はやめません、と笑顔で締めくくりました。退院後の約2ヶ月間は自宅療養に努め、同年10月9日に行われた新曲、乱れ髪のレコーディングより芸能活動の復活を果たします。
しかし、病気は決して完治してはいませんでした。肝機能の数値は通常の6割程度しか回復しておらず、大腿骨頭壊死の治癒も難しいとされました。ある日、里見幸太郎が退院後のひばりを訪ねた際、階段の手すりにつかまりながら一歩一歩下りてきたと後に語っています。それが里見自身ひばりとの最後の対面であったといいます。伝説のステージ、不死鳥コンサート。1988年昭和63年初頭はハワイで静養し、2月中に帰国しました。同年4月に開催予定の東京ドーム復帰公演に向けて、下見や衣装、当日の演出など準備段階は止められないところまで来ていましたが、足腰の痛みはほとんど回復することはなく、肝機能数値も退院時の 60% から低下して 20-30% を行き来する状態。体調が思わしくないまま公演本番の日を迎えました。この東京ドーム公演の会場客席には、森光子、雪村泉、島倉千代子、浅岡瑠璃子、岸本佳代子など、ひばりと特に懇意のある女性芸能人たちも、ひばりの復帰ステージを見るために駆けつけました。それとは裏腹に、ひばりにとってはまさに命がけのものでした。楽屋入りの際には、楽屋前で私服のまま、ひばりはファン並びにマスコミへ向けて不死鳥コンサートへの意気込みをコメント映像として残しましたが、このコメント映像に応じるか応じられないかもひばりの判断次第でないとわからない状況でした。後に徳光和夫は、BS 朝日、我が心の美空ひばり、にて、あのコメントを残してくださったことを心から感謝しています。まさかあんなに状態が悪かったとは思いもしなかったですよ、と語っています。ひばりはフィナーレの、人生一路を歌い終えると、思い通りに歌えなかったのかマイクをスタンドに戻す際に一瞬首を傾げていたそう。ひばりの日記には、自身が満足のいく出来にできなかったことへの苦悩とこの調子であと何年持つのかという不安が書かれていたそうです。この頃のひばりはすでに、体調の悪化で前年の退院会見の頃と比べると痩せており、足の激痛に耐えながら合計39曲を熱唱しました。常人であれば歌うことはもちろん、立つことすら難しい病状の中でステージに立っていました。公演当日は会場に一番近い部屋を楽屋とし、簡易ベッドとともに医師も控えていました。また、万一の事態に備えて裏手に救急車も控えていました。公演の際に楽屋を訪れた浅岡瑠璃子は、まるで病室のような楽屋とひばりの様子に衝撃を受けたと語っています。楽屋でひばりはベッドに横たわっており、浅岡が心配そうに、大丈夫。と問いかけると、ひばりは、大丈夫じゃないけど頑張るわ、と笑顔で答えたと言います。ドーム公演のエンディングで、約100メートルもの花道をゆっくりと歩いたひばりの顔は、まるで苦痛で歪んでいるかのようでした。とても歩ける状態ではないにもかかわらず、たくさんのひばりファンに笑顔で手を振り続けながら全開をアピールしました。そのゴール地点にはカズヤが控え、ひばりは倒れ込むようにカズヤの元へたどり着き、そのまま救急車に乗せられて東京ドームを後にしました。当時マスコミ各社はひばりの完全復活を報道しましたが、ひばりにとっては命を削って臨んだ伝説のステージとなりました。東京ドーム公演を境に、ひばりの体調は次第に悪化し、段差を一人で登ることさえ困難になり、リフトを使い舞台上に上がるほどの状態でした。ドーム公演後全国一3カ所での公演が決まっており、翌1989年2月7日小倉公演までの10ヶ月間、全国公演を含めテレビ番組収録など精力的に仕事を行いました。1988年6月7日には極秘で再び福岡にて一時入院しましたが、すぐに仕事を再開することができました。6月の入院を乗り切ったひばりはその後の年内の仕事も予定通りにすべてこなし、同年7月29日に広島平和音楽祭で一本の鉛筆を歌唱したことに加え、8月21日には作音楽祭にも出演しました。ひばりにしては珍しく、作音楽祭では屋外ステージで歌いました。最後の曲、川の流れのように。
1988年10月28日に生前最後となるオリジナルアルバムのレコーディングも行い、音楽活動を幅広く展開する意欲も見せた。そのアルバムの中には、生涯最後のシングル曲となった川の流れのようにもレコーディングされています。なお、ひばりのスタッフ陣は当初、ははをシングル化する予定だったものの、ひばりが自らお願いだから、今回だけは私のわがままを聞き入れてと、スタッフに対して川の流れのようにのシングル化を強く迫りながら懇願し、結果としてひばりの希望通りの形となったそうです。そのきっかけとなったのが、同年10月11日にオリジナルアルバム制作の報告も兼ね、日本コロンビア本社内で行われたひばり生涯最後の記者会見の時でした。ある記者が、ひばりさん、今回のアルバムを楽しみにされているファンの方々がたくさんいらっしゃるかと思いますけれども、アルバムに収録されている10曲がどんな曲なのか、紹介していただけますか、と投げかけると、ひばりは、ええ。もう川の流れのようにの曲を1曲聴いていただくと10曲すべてがわかるんじゃないでしょうか。だからこれからの私、大海へスーッと流れる川であるか、どこかへそれちゃう川であるかっていうのは誰にもわからないのでね。だから愛さんさんとはまた違う意味のね、人生の歌じゃないかなって思いますね、とすべてを覆す回答を残しました。1989年昭和64年1月4日に TBS テレビで放送された生涯最後のワンマンショー春一番、熱唱美空ひばりの収録に1988年暮れの12月12、16、17日の3日間にわたって臨みました。総合司会は堺正章が担当し、特別ゲストには森光子、森重久弥と尾崎正史が出演しました。収録前に歓迎会が行われ、スタッフからひばりへ花束の手渡しなどがあり、ひばり自身スタッフの熱意を肌で感じていました。しかし番組収録終了後、最後の記念撮影時に、ひばりが隣に座った番組制作プロデューサーの池田文雄に向かって、この番組が最後になるかもしれないから。私ね、見た目よりもうんと疲れてるのよ、一曲終わるたびにガクッとくるの、と話したと言います。プロデューサーの池田は耳にこびりついて仕方がなかったと言います。足の激痛と息苦しさで、歌う時はほとんど動かないままの歌唱でした。この頃すでに、ひばりの直接的な死因となった間質性肺炎の症状が出始めていたとされており、立っているだけでも限界であったひばりは、歌を歌い終わるたびに椅子に腰掛け、息を整えていたと言います。それでも同番組のフィナーレでは、番組制作に携わったスタッフやゲストらに感謝の言葉を述べ、これからもひばりはできる限り歌い続けていくことでしょう。それは自分が選んだ道だから、という言葉で締めくくります。そして新曲、川の流れのようにの歌唱後、芸能界の大先輩でもある森重からの激励のメッセージを受けると、感極まったひばりは耐えきれずに涙を流し続けました。なお、ワンマンショーの放送から遡ること2日前の1989年1月2日には、パパはニュースキャスターの復活スペシャル第2弾にも田村正和演じる主人公の加賀見龍太郎と TBS の廊下で遭遇するワンカットのみではありますが、ゲストとして出演。これが生涯最後のテレビドラマへの出演となりました。1988年12月25日、26日と帝国ホテルにて、生涯最後のクリスマスディナーショーが行われ、石井福子や王貞治らひばりの友人たちも足を運んだそうです。無理を押しての渦中、激しいツイスト、カッコツイストとは腰をひねるようにして踊るダンスと音楽の一ジャンルで観衆を沸かせていました。ディナーショー終了後、石井と王らが会食していた神楽坂の料亭に連絡なしにいきなり現れたひばりが、浪曲、歌入り観音経を歌唱します。後の石井は2010年6月に TBS 系で放映された特番で、全身が総毛だったの？素晴らしかったですよ。なんで撮っておかなかったんだろうと今でも悔いています、と語ったそう。昭和から平成へ再入院。
1989年1月8日、ひばりは元号が昭和から平成へ移り変わった日を平成の我、新海に流れ着き、命の歌よ、穏やかに、と短歌に詠んだそう。その3日後の1989年1月11日、川の流れのようにのシングルレコードが発売されます。しかしこの時のひばりの肺は、すでに病に侵されていました。1月15日、演歌の花道とミュージックフェアへそれぞれ VTR で出演しました。各番組の最後で川の流れのようになど数曲を歌いましたが、ミュージックフェアが放送時間上ひばりにとって結果的に生前最後のテレビ出演となりました。同番組の1989年第1回目の放送は美空ひばり特集として1月8日に予定されていましたが、昭和天皇の崩御に伴い特別編成が組まれ、1週間先送りとなりました。この頃のひばりはドーム公演時から見てもさらに痩せて、体調は明らかに悪化していました。なお、一月中のひばりは熱海への家族旅行や両国国技館の大相撲見物のほか、自宅での静養が多かったそう。そして体調は一時期平行線であっても好転することはなかったといいます。2月7日、九州厚生年金会館での公演がひばりの生涯最後のステージとなりました。ひばりは車や新幹線での移動に耐えられないほど衰えていたため、急遽ヘリコプターを使用しての往復移動となり、会場の楽屋入り後ひばりはすぐに横になりました。酸素吸入器とともに医師が控え、肝硬変の悪化から来る食道上脈鼓部も抱え、いつ倒れて吐血してもおかしくない状態だったといいます。当時同行した加藤和也は、お袋はもう気力だけで立っていたんだと思います。お医者さんには、間髪入れずに倒れて出血したらもう終わりです。喉を切開して血を抜かないと窒息をしちゃいますよ。いつ倒れてもおかしくないですからね、と言われてたんで、袖で陣取っていたんですけど、ここの時ほど心細い字はなかった。本当？死んだ親父やばあちゃんがいたらな、って思いましたよ、と語っています。開演時間になるとひばりは起き上がり、ステージへ向かいます。廊下からステージに入る間のわずか数センチの段差も一人では乗り越えられなかったそう。またコンサート中大半が椅子に座りながらでの歌唱であった。あまりの体調の悪さにもともと予定されていた楽曲を一部カットしたそうです。息苦しさを MC でごまかすひばりでしたが、翌3月に診断される特発性間質性肺炎の病状は進行していましたが、1100人の観衆を前に全20曲無事に歌い終えました。1989年の2月8日、2年前と同じ済生会福岡総合病院に検査入院。一旦は退院し、マスコミから避けて福岡の知人宅に2月下旬まで滞在後、再びヘリコプターで帰郷しました。その際、東京ヘリポートから自宅までは車での移動でしたが、体力がすでに限界を超えていました。1989年3月上旬に入ってからは自宅静養の日々が続き、ツアーを断念せざるを得ない状況の中でも、同年4月17日に自らの故郷である横浜に新しく竣工した横浜アリーナのこけら落とし公演が予定されていました。この舞台に立つことに執念を見せるひばりは、私は横浜アリーナの舞台に立ちたい、ここでの公演だけは這いずってでもやりたいと一方的に譲らず、母の体調を案じて公演の中止を迫る養子の息子である和也に対し、ママは舞台で死ねたら本望なの、余計な口出ししないで、と突っぱねるも、和也はひばりに、あんたが死んじゃったら残された俺は一体どうするんだと反論するなど、たびたび愚痴喧嘩をし続けていたといいます。その頃、石井福子の紹介で近所の診療所の医師に診察を仰いだが、手の指先や顔色も青ざめたひばりが診療室に入ってきた姿を目の当たりにしたその医師から、ひばりは肺の状態の説明も受け、専門医のいる病院への入院を強く勧められました。そして3月9日に数時間静養中の自宅を訪れた診療所の医師から強い説得を受けると、ひばりは椅子に腰掛けながら真正面を向いたまま涙を流し、何かを悟るかのように長い時間の沈黙があったといいます。
その沈黙の後、ひばりはついに再入院の決断を下しました。1989年3月中旬にひばりは再度検査入院した後で一時退院。3月21日にはラジオの日本放送で、美空ひばり感動この一曲と題する10時間ロングランの特集番組へ自宅から生出演しました。番組終盤には自ら、ひばりに引退はありません。ずっと歌い続けて、いつの間にかいなくなるのよ、とコメントしました。これが結果的に歌以外では、このラジオ出演が美空ひばりにとって生涯最後のマスメディアの仕事となりました。ラジオ生放送終了直後、体調が急変したため順天堂大学医学部附属順天堂医院に再入院となります。死去？再入院から2日後の1989年3月23日、アレルギー性気管支炎の悪化、難治性の咳など呼吸器系の療養専念のため、横浜アリーナのこけら落としコンサートをはじめとするその他全国ツアーをすべて中止し、さらに歌手業を含めた芸能活動の年内休止が息子の和也から発表されました。ひばりの息子加藤和也は本当の病名をひばり本人には最後まで伏せていたが、ひばりは3月上旬に診察を受けた際に医師から間質性肺炎の説明を受けています。しかし和也にはずっと知らないふりをして過ごしていたといいます。闘病生活を書き記したひばりの付き人の記録に、こめかみの血管が破れそうにドキドキするとあったそうです。その後もはっきり報道されないひばりの容態から、もう歌えない、復活は絶望的、などと大きく騒ぎ始めるマスコミに対し、入院中の5月27日に再入院時の写真などとともに、麦畑ひばりが一羽飛び立ちて、その鳥うつな村人よとのメッセージを発表しました。さらに、私自身の命ですから、私の中に一つでも悩みを引きずって歩んでいくわけには参りませんので、後悔のないように完璧に人生のこの道を歩みたいと願っているこの頃です、などと録音した肉声テープを披露。だが2年前の入院時と比較するとひばりの声はほとんど張りがなく、弱々しいものであった。結果的にこれがひばり本人が発した生涯最後のメッセージ及び肉声披露となりました。それから2日後の5月29日にひばりは病室で52歳の誕生日を迎えました。同じ頃ひばりの実の妹佐藤節子は、ひばりの看病をしていた時に突然、お姉ちゃんがポロポロと泣き出してしまって、節子、私はまだ生きられるの、って、何言ってるの、まだ52歳でしょ。これからも頑張って生きなきゃダメよって励ましたら、姉ちゃんは、そうだね、和也を一人残して死ねないよね。頑張るわ、と、珍しく私の前で弱音を吐いた、と語っていたそうです。しかし、誕生日から約2週間後の6月13日に呼吸困難を起こして重体に陥り、人工呼吸器がつけられます。ひばりの生涯最後の言葉は、順天堂医院の医師団に対して、よろしくお願いします。頑張ります、だったと言います。また、和也が死の数日前に、お袋、頑張れよ、大丈夫だよ、と声をかけると、ひばりは最後を覚悟したのか両目に涙をいっぱい溜めていたと、後に和也が語っています。1989年6月24日午前0時28分、特発性間質性肺炎の症状悪化による呼吸不全の併発により死去。52歳でした。同年6月25日に通夜、翌日26日に葬儀がひばり邸で行われ、芸能界やスポーツ界、政界からも多数の弔問がありました。ひばりの棺を乗せた霊柩車がひばり邸を出る際には、多くのファンが沿道を埋め尽くし、彼女の死を悼んだそう。1989年の7月22日に青山葬儀所で行われた葬儀には当時最高記録の4万2000人が訪れたそうです。喪主は和也が務め、葬儀ではよろずや金之助、森重久や中村芽衣子、王貞治、和田アキ子、トンネルズの石橋貴明が弔辞を読み上げ、北島三郎、雪村泉、森政子、藤井フミヤ、近藤正彦などひばりを慕った歌手仲間が、川の流れのようにを歌い、ひばりの霊前に捧げました。
美空ひばりの通算レコーディング曲数は1500曲、オリジナル楽曲は517曲でした。美空ひばりの死後。1993年4月、京都市の嵐山に美空ひばり館が開館し、愛用品のコレクションなどが展示され、ファンや観光客が訪れていました。しかし来館者数の減少により、2006年11月30日に一旦閉館。その後運営主体をひばりプロダクションに変更し、2008年4月26日に京都嵐山美空ひばり座と改名の上リニューアルオープンしました。2013年4月26日、開館5周年イベントが催され、この場でひばりプロ社長加藤和也から同年5月31日限りで閉館することが発表。同館は5月31日限りで閉館されました。しかし、京都嵐山美空ひばり座の閉館からおよそ半年が経った2013年10月12日には同じく京都市にある東映太秦映画村の映画文化館の1階に、京都太秦美空ひばり座が改めてオープンしました。館内には舞台衣装、台本などのゆかりの品々が約500点並び、東京ドームでの不死鳥コンサートで着用したドレスや、初めて東映映画に出演した1949年ののど自慢鏡時代以降の全93作品の復元ポスターなどが展示されています。さらに、2014年5月には東京都目黒区のひばり邸の一部を改装し、美空ひばり記念館として改めてオープンさせることが発表され、同年2014年の5月28日には女優の中村メイコ、タレントのビートたけし、歌手の佐藤ひろみらを最初の客として迎えて、東京目黒美空ひばり記念館のオープニングセレモニーが行われました。2019年5月29日の日本コロンビアの発表によると、レコード、CD などの総売上は約1億1700万枚に達するといいます。この数字にはインターネット配信での売上は含まれていませんが、内訳はアナログレコードがシングル4850万枚、アルバム2150万枚。カセットテープが2650万枚、8トラックテープが900万本、CD が1150万枚でした。生前最後の歌唱、川の流れのように。ここからは、動画のコメント欄に寄せられたエピソードや感想などを見ていきます。全然世代じゃないんだけど、この方の歌声を聞くと自然と涙が出てくる。私も涙は出なかったけど、鳥肌が立ったのを今でも覚えてます。この曲は晩年満身創痍の状態で歌い上げた美空ひばりの魂そのものだからね。俺の好きだったじいちゃんが大好きだった美空ひばりを追うようにちょうど1ヶ月後に行ったので、まだ子供だったけど当時のテレビで見てたこともよく覚えてる。激痛に呼吸もままらなず歌い終わりでこんなにも肩で息をした。何度見ても涙が止まらない。立っているだけでもとてつもない激痛があるはずなのに、それを感じさせないように歌っているのが本当に凄まじいですよね。自らの命を削ってまで何かを訴えかけるようなこのような曲が今のコロナ渦の時代には必要であり、一人でも多くの人に知ってもらいたい永遠に語り継がれる曲であってほしいものです。疲れ切ってしまった人が多い今、真似するべき生き方とは決して言えないレベルのところにある対象ですが、今だからこそ考えさせられることがたくさんあり、いろんな人に聞いてほしいとは思いますよね。病に侵されながら、この歌をこれだけ力強く歌えるのはさすが美空ひばりだと深く感動しました。間違いなく昭和を代表する歌謡の偉人だと思います。いつまでも映像が残り、歌を聴いた人に感動を与えてほしい。心からそう思います。本当に素晴らしく感謝ですね。喋ってる声も喋り方も素敵で惚れる。普段の喋り声も素敵ですよね。今までの自分を肯定してくれるこの歌、歌詞、曲が大好きです。行き詰まった時はいつも助けてもらってます。そうですね、力をもらえますよね。大事な曲ですね。昔っからじいちゃんが聴いてたけどやっぱりいい歌だな。
今だからわかる美空ひばりの歌唱力の凄さ、歌声が生きている。おじいちゃん世代の心の柱のような人だったのでしょうか。いろいろな人に勇気を与え続けて最後まで生き抜いたんですね。祖母の葬儀で流れていた祖母の大好きな曲です。いつも味方でいてくれた祖母が今でも大好きです。病気を持ってて、それに辛くなったら聞くようにしてるのですが、ひばりさんの安心感のある歌声が祖母に重なって思わず泣いてしまいます。この曲に思い出がある人が数えきれないほどいるんですね。聴いてると幸せになれる、それが歌の本質なんだろうな。とても大事なことですよね。愛さんさん。人生に疲れた時、ふと聞きたくなる。心の底から癒され、今抱えている悩みや迷い、他愛もないことだと感じる。やはり偉大な人です。歌で人の心を癒せるのがとても素敵なことですよね。美空ひばりさんの愛さんさんは、聞いてると走馬灯のように自分の過ごしてきたことが浮かんでくる。それと歌っている表情が力強く優しい感じがすると、同時に何か励まされてる気がしてくる。最初の雨で観客が拍手する音がまさに雨の音で素敵。センスの良いコメントですね。確かにそんな風に聞こえます。苦しい時に聞いて癒されてほしい。余裕がなく疲れ切っている時こそ、聞いて少しでも癒されれば良いですよね。難病に侵され、自分の人生や不運を憎んでもおかしくないのに、人生は嬉しいものですねと歌いかける彼女の姿に心が揺さぶられ、涙が溢れてきます。ただただ素晴らしいですよね。裏側にどれだけの深い苦悩があったのか、とても想像することは難しいほどのものだったのでしょうか。若い時はもっとギャンギャンに歌ってるのだが、この枯れ際でも本当に素晴らしい。本当にうまい、味わい深い。ギャンギャンに歌ってる時のかっこよさも魅力ありすぎますよね。この歌を初めて聞いた時、人生って不思議なものですねの後で鳥肌がすごく立って涙ぐんだよ。絶唱全25曲。曲間のトークがぜいぜいで、無理して喋ってる感ありありなのに、曲に入ると綺麗にブレスが消えるのがまさに神がかり。かえって力みが消えて耳当たりがよく聞こえるまである。すごいの一言。歌に入った途端病の気配を感じさせないのが凄まじいですよね。ひばりさん他の動画と比較すると、ほとんど定位置から動いてない。立つのも辛かっただろうに、プロ魂本とすごい、かっこよすぎる。ですから前年12月12日、16日、17日と3日かけての収録でした。それだけ体力がなかったそうです。すごいという言葉しか出てきませんね。気力だけでその場に立って表現しているのが本当に凄まじいです。他の曲でも十分に心に響く人だと分かっていても、ははは、を見てひばりさんの凄さが伝わりました。歌が大好きで歌うことが大好きなんだなぁと。たくさんのコメントを読んで、難病の治療中であり、おそらく最後になるかもという中での苦しさの中で、それでも歌えばご本人が元気になってたりしたのかと思うくらい歌うことを楽しんでいらっしゃる。私なんかが言うのはおこがましいですが、ひばりさんとリアタイで行きたかったと思いました。美空ひばりさんを教えてくれたおばあちゃんに感謝します。ははは、という曲、かなり良い曲ですよね。楽しさあふれる感じがすごく元気をもらえますね。概要欄に動画のリンクを貼っていますので、ぜひ見てみてはいかがでしょうか。ご視聴ありがとうございました。